デイスケミリーガンバー versus グランパーステイ。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今日は世界バレです。いい天気ですね。見てる方もやってる方も気持ちいいですね。今日のゲームはエキシビションです。放送席にはもうすっかりビクトリーゴールの顔となりました木村和司さんをお迎えしています。お願いします。さあ、いよいよキックオフ。ここはクロスオーバーの動きが欲しいですね。クロスボール上げるチャンスだ。蹴った。クルプニ。この動きどうですか。このプレーの意図がみんなに通じてるんでしょうかね。もっともっと周りの人感じてほしいですね。どうだ。近藤、外にボールを出してしまいました。グランパス8、数的優位を作ろうというの。蹴った。決まりました。降臨。よく決めました。リプレイが出るでしょうか。あ、出ましたね。まあシュートも良かったんですかね。ここはもう一度守備のシステムの再確認が必要ですね。キックオフ。ここはドリブルで活路を見出そうということか。ガンバ、中盤でボールを抑えておきたい。危ない。前半の立ち上がり20分、松並、これからどう展開していくのか。さあ、ここはどう守る。ディフェンスラインをこれで押し上げようというのか。まあ、この辺取られたら危ないですからね。あの、慎重なプレーが必要ですね。もっと簡単でいいと思いますね。このドリブルで相手を引きつけて、そこからの外の展開も面白いんじゃないでしょうかね。右サイドからじりじり上がっていきます。早めに相手の攻撃の目を潰すことができるのか。どう守る。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。このプレーはちょっと危険。後ろからディフェンダー攻撃参加してキーパーピンチ。このドリブルで相手を引きつけて、そこからの外の展開も面白いんじゃないでしょうかね。中盤にどうつないでいくんでしょうか。どういった戦術で臨みますかね。近藤、イエローカードです。結局ファウルをするのは技術的についていってないからなんですよね。ボールはグランパス8、蹴るのはストイコビッチ。ボールをどこに入れてくるんでしょうか。マークにつけるか。松波、中を伺いました。折り返せるか。松波、さあシュートできるか。
今ホイッスル、ここで前半終了。今後半に入りました。ポジションチェンジをするのかな。さあガンバクルプにボールが行く。これはいい形にされますよ。中盤にどうつないでいくんでしょうか。ガンバ中盤でボールを抑えておきたい。さてどうしますか。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。倒された。上はあれでファウルを取ってもらえないと厳しいですね。さあスローインから試合再開。ん？ファウルになるか。森岡ゲームを作ります。よく防ぎました。ここはクロスオーバーの動きが欲しいですね。相当荒くシュート。森岡おっとこれはファウルか。ここでインターセプトしたい。ガンバ1点のビハインドを背負いどういった攻撃を見せるのか。あ、上がってきました。グランパス8蹴った。ガンバ早いところ守備の体勢を整えたい。ポジションチェンジをするのかな。危ない。ここでホイッスル。ボールはガンバ蹴るのは決めました。非常に気持ちのこもったプレーですね。さあもう一度見てみましょう。そうですね、これはもう木村さんにお聞きしましょう。取れる時に取っておく、これが勝負ごとの鉄則ですよね。グランパス8キックオフです。パスコースが見えたんでしょうか。センターサークル付近、中央から小島。この動きどうですか。チャンスになりますか。このチャンスを生かさないと後々後悔しますよ。スローインになります。誰にスローするか。さあここはどう守る。ボールをキープしてフォローを待ちます。彼のドリブルがうまくいくのも周りで引きつけてる選手がいるからですね。このプレーはちょっと危険。森岡シュート蹴った。森岡決まった。さあもう一度見てみましょう。森岡貴重な逆転ゴールを叩き込みました。きちっと決めましたね。今度は一気に突き放しに行ってほしいですね。キックオフで再び試合が始まります。ガンバ逆転していますが、これがプレッシャーになるか。キーパーをとなんとかキャッチしました。中盤ちょっと強引かな。ガンバパス回しをどう阻止するか。さてどう出る。森岡キーパーをとなんとかキャッチしました。ガンバ
早いところ守備の体勢をとタイムアップ、試合終了。ガンバ大阪、この試合勝ちました。さあ、いよいよ今年はワールドカップ予選があるんですが、やはり勝つと気持ちいいでしょうね。解説は元日本代表フリーキックの名手木村和司さんでした。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況は金子和彦でお送りいたしました。それでは皆さん、またお会いします。ごきげんよう、さよなら。さようなら。ガンバ、ウィー。